ADHD 何でも思いつきで始めがちともりです。はい、今回なんですけれども見てください、あそこをね今日はちょっと作っていきたくて、というのもですね、今私いつも動画全部自分で編集してるんですけど、普段編集してるパソコンがねこれで、これ買った当時が2年前ぐらいなんですけど、動画をね YouTube やるとか思ってなかったので、とりあえず買ったっていう感じで、もうそろそろスペックが厳しくなってきちゃったので、パソコンをね作りたいなと思って買ってみました。で、全然パソコンとか作ったことないので素人なんですけど、とりあえずまあやってみようと思います。で、今回、揃えてみたのがですね、まず CPU がこれですね、インテル入ってるやつ、インテルの Core i7 なんですけど、 Core i7 の、11700無印ですね。 SSD なんですけど、シリコンパワーの MVME 接続 2TB ですね。とりあえずこれ使っていきます。メモリなんですけれども、クルーシャルの DDR4 プレミアムメモリですね。はい、で、マザーボードなんですけど、ですね、ASUS の Z590E ゲーミング Wi-Fi、こちら使っていきます。はい、で、GPU なんですけど、今高いらしくて、とりあえず暫定でこの友達からもらったやつにしてみます。これなんかひろゆきだって思ってたんですけど、ひろゆきじゃないらしいです。ひろゆきっぽくないですか。 GeForce の GTX1060 ってやつですね。とりあえず暫定でこれを使っていきます。で、電球なんですけど、こちらですね、サーマルテイクの 850W、 これ使っていきます。はい、これは電源のコードみたいなやつ、ケースなんですけど、フラクタルのディファイン7コンパクトコンピューターケースってやつですね。色が黒と白を選べたんですけど、ここお部屋、自分のお部屋なんですけど、まあ、白い感じなので白を選んでみました。はい、そんな感じですかね。ちょっと使うものたちはこんな感じで、ちょっとこんな感じでやっていきたいと思います。では、はい、で、それでは、このマザーボード開けていきたいと思います。開いた、じゃん、こんな感じで入ってますね。こんな感じでマザーボードが入ってて、ドライバーの CD が入ってます。はい、というわけで出してみたんですけど、これからですね、この CPU ここに使って、これで CPU がつきました。で、次なんですけど、メモリを挿していきます。 SSD 挿していくので、ここの部品を取りたいと思います。CPU とメモリと SSD がつきました。これで完了です。ではケースに付けていきたいと思います。はい、で、そしたらですね、こちらのケース開けていきたいと思います。よいしょ、よいしょ、せーの、あーあー怖い、よいしょ。はい、これですね。じゃらん、いい感じですね。それでは開けていきたいと思います。よっ、おー、はい、じゃ、ここにですね、電源とマザーボードと GPU 入れていきたいと思います。まずですね、ここですね、ここ外していきます。取れた、
この電源をですね入れていきたいと思います。で今外したやつなんですけれども、この電源にこんな感じでこうつけていきたいので、このフラクタルのピースでつけていきたいと思います。これですね、これでつけていきたいと思います。プラスドライバーでちゃうよ、これで多分いけ、これをつけていきます。で、つきました。はい、で、これをここに戻していきます。No matter what, at least I got what I most need. No matter what, I'm happy just to be here. No matter what it is, doesn't matter that much. Don't matter that much to me. One lack of protection, I can make. はい、それではですね、マザーボードをこの中にはめ込んでいきたいんですけど、はい、これをね、入れていきます。これでマザーボードはめていきます。これと、と、はい、でケースにマザーボードの取り付けが完了しました。はい、でこの天面にですね、リセットボタンとオーディオとタイプ C の接続口と、あとは電源と USB があるので、この端子をマザーボードに挿していくと、この上のボタンとかが行きしますということで、これをマザーボードに挿していく。はい、ではそしたらですね、こちらサーマルテイクのこの電源なんですけど、ここにケーブルを挿していきたいと思います。この赤いやつがね、ここなんで、この赤いやつをここに挿していけば多分大丈夫でしょう。こんな感じでケーブルつないでいきます。これがここですね、このでっかいやつが、これ電源のケーブルをマザーボードに通していきます。こんな感じでこちらに、後ろから前に通してますね。で、前側に通したんでちょっと撮影的に上に向けますね。はめていく、ここですね、ここ。電源も入れたし、マザーボードも組み込んだので、まあ、これで一応起動はできるっていう感じなの で、あとまだ GPU 入ってないんですけど、とりあえずこれで起動してみて動作確認して OK であれば GPU 入れて完了っていう感じです。では動作確認していきます。 HDMI を挿して画面を見れるようにしていきたいと思います。 OK、 はい、で電源もね、こちらに挿していきますね。うん、大丈夫そうですね。電源がつくことが確認できました。では GPU 入れて完成ですね。電源が入ることが確認できたので、このひろゆきの GTX G060 か GForce のやつ、この GPU をですね入れていきたいと思います。これですね、中はこんな感じで、これを、ケースの中に入れれば OK です。ついたー、OK。 はい、というわけでですね、これで GPU が入りまして動作確認も OK でした。で、
Windows も、ね、インストールすることができたんで、これで、一応 OK な感じになります。ちなみにですね、いつも生編集ソフトがね、プレミアプロなんですけど、なんか最近シネマティック動画みたいなのにハマってまして、なんか色を綺麗に編集したいなってことで、リゾルブとかも使ってみたいなとかも思うんですけど、まあ、そんな感じですね、こう新しくこの動画編集に頼るパソコンになったので、それでまた頑張って編集していくので、ぜひ、これからもリアさんよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。